は本に抜くよ、悲惨で。本にな、ついこの間雪やったけどな。待てよ。また明日も晴れるかな。そうだ、斉藤さん、どうしました？血の匂いを嗅いだような気がした。いやだな、斉藤さん、最近ちょっと切りすぎなんじゃないですか？沖田君、はい、言葉というものはよく咀嚼し吟味してから口に乗せるようにな。はいはい。偉そうに通りの真ん中行きやがって。今夜頼むぞ。ん？いい匂いがするな。白梅香。なんだ、意外に色っぽい匂いも知ってるんだな。あの女か。いい女だな。じゃあ後でな。